ジオバンにアンドレスモレノカルドナは、コロンビアセゴビア出身のサッカー選手。中国サッカースーパーリーグ、上海緑地新加速級クラブ所属。ポジションは、ミッドフィールダー、フォワード。2006年に、コロンビアのエンビガド FC で、プロキャリアをスタートさせた。2008年にアトレティコナショナルに移籍した。2010年の夏、アルゼンチンのラシンクラブに移籍した。 2012年に上海新海遺跡、外国籍選手ながら背番号10、キャプテンを務める象徴的な選手となった。2017年7月8日、敵地の高祖ソネー戦で0から2からチームを救う2得点を挙げ、モレーノはリーグ戦で44得点目、シャアキラを抜いて上海新海のリーグ戦歴代最多得点者となった。2008年に コロンビア代表としてデビューを果たした。中国移籍後代表から離れていたが、2017年6月に代表復帰し、スペイン戦に出場した。2012年のアルゼンチン後期リーグのシーズン中、チームの練習から帰宅する際に、チームの成績が悪いことに腹を立てた。ラシンクラブのサポーターからピストルを突きつけられて、脅迫されるという被害を受けた。 193cm の長身ながら、テクニックに優れ、本職の攻撃的 MF だけでなく、CF としても機能し、ヘディングで多くの得点を挙げている。ありがとうございます。